皆さんこんにちは、ダイスです。今回は集まれ動物の森やっていきましょう。今日からしずえさんが来てくれました。やっと。ということで、いろいろ届きましたね。あんたのおかげでコブの野郎どもと無事再会できたぜ。この恩は一生忘れねえ。お宝送るから時々これ見て思い出してくれ。だって思い出してもらいたいんだね。海賊ジェイ、まあ、あの海賊ジョニーだよね、からもらいました。あとは案内所ができたので記念品、何もらったんだろう。海賊の大砲、お、なんか面白そう。マイル旅行券、これは使えるやつですね。大砲置いてみよう。あ、でかい。これって撃てるんですかね。あ、撃てた。キュレーゼくんも来てくれてる。でも雑草ないんだよね、今全部取っちゃった。どうも。いやー、これでしずえさんとも話ができるようになりますね。かわいい。とりあえずお家のお金返したいよね。足りるかな、お金。なんかね、足りそうな気はしてるんですけど、どうなんだろう。ギリギリ足りる予定なんですが、予定だからな。あ、足りない。あれ、とりあえず足りないね。どうしよう。あ、まだ売ってないやつあったかもしれない。まずい、足りるのか。ちょっとこの辺の段ボール、これも売ろう。錆びたパーツいいね。え、表彰状、誰の、捨てていいやつ。え、表彰状って、いや、この辺りのやつをまだ今日売りに行ってなかったから足りなかったのかもしれない。とりあえず売って資金にします。これなら足りたと思うよ。あ、ラジオ体操、え、かわいい。これ表情も変わるんですね。え、ずっと見てたい。あ、変わった、屈伸運動になった。伸ばして、まあ、え、伸ばして、めっちゃ怖いぞ。あ、そんなこんな見てないであれですね、返さないと。いや、まだやってるんだけど大丈夫。これで全額にしよう。で、ここからローンを返済。またお金が、預金から全額にして返します。もう公共事業とか始めるとまたお金必要だよね。あと増設まだしたい。お家のローン払い終わったけど、お家のローンまた組みに行こうと思います。いやー、でもなんか組んだ方がいいと思うんだよね。明日はひどくなってるの楽しみだし、もっともっと大きくすることができるのはわかるんですけど、同じぐらいの金額感でやってくれないかな。ここからだいぶ高くなってた気がするんだけど、気のせいですかね。とりあえず相談します。僕からのお願い、確かこれがなんだっけ、キャンプサイト作っといてってやつだった気が。とりあえず増設したい。移設はまだいいや、増設したいです。高い高い。
ああ、一回ここで変えますか。ピンクにしちゃおう、一回ね。まだ増設だもんね。これ何？黄金の魚釣れたよ。初めて釣った。ドラド。あ、前に。やってたとき釣れなかったやつだ。そしてキャンプサイト工事セット、違った、工事キット。これどこに置こう。ちょっと蜂に刺されててかっこ悪いな。どこ置きますかね。自分家の近くの方がやっぱりいいのかな。この辺、ヤシの木どかしてもいいよね。あ、やっぱここかな。ここ一応何でしたっけ、何かできるようにはしてたんだよね。ここでも誰かが来てるのすぐ分かって目の前って楽だと思うんだよな。ここにしよっか。できた、家の前。ここにあっても釣りには来れそうだよね。一応なんか広場の目の前も考えたんですけどね。お薬もらえる。お薬もらえるじゃなかった、お薬お薬飲んでくださいね、だったからもらったのかな。今ちゃんと見なかった。エスメラルダちゃん今日お久しぶりに朝会えた感じですね。なんか夕方からの時間帯によく外にいるんだけど今日早かった。よし、橋もやろうと思って、やっちゃったけどいいかな。こう斜めにここ作りたいんだよね。できればね、斜めにして向こう側竹植えたいゾーンに作りたいから赤い橋にしちゃった。高いんだけど、まあいいよね。向こうは竹やぶを作るよ。でも竹にまだ合ってないんだよな。スマホ鳴ったよ。もしもし。あ、いいとこありました。で、ハニワくんでしょ。どうしようかな。今持ってるやつで端数だけでも払ってしまった方が良い気がするな。違うことに使っちゃうから、端数やろ。2万8000ビルだけ今いけるから入れとこっか。これ誰がやってくれるんだろう。他の住民なんだっけ、たぬき商店で会ったことないんだよねこんなもんかな。てか本当にあれですね、お金ないから株価今日ので売っちゃうか。本当はねもうちょっと稼げる日が良かったんだけど。176ベルでしょ。私ね108ぐらいで買ってるんですよね。だから端数はできるんだよな。チキンなもので売っちゃおう。もう時間戻したりとかするつもりはないんだけど、これ売っちゃう。やっちゃった。なくなった。108で買った翌日69とかからスタートだったんで、もう分かんないよね。よし、一応ね、セレモニーみんなでやります。今の住民はこの子たちなんですけど、キャンプサイトで欲しい子出てきてくれるまで頑張りたいけど、どうしよう、困ったな。でも誰が来てくれるのか楽しみですね。案内所も大きくなったし。あとは人数増えて島の評価だと思うので、今のうちにいろんなやつ作れるように資金も貯めたいのだけど、自分家もあるよね
悲しいな、まあ、とりあえずレイジ君からあの低い苗木、低い木の苗木かいくつか買って準備だけはしておいて、ちょっと綺麗に島クリエイターの前にねできるようにしようと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you.